女子バスケットボール日本代表の馬売りエブリン29伝送が22日までにインスタライブを行い、パリ五輪の選手村について語った。バスケットボールの会場はパリではなくリールだったため、選手村もパリの選手村から車で2時間くらい離れたリールの選手村で、そこはバスケット専用の選手村なんですよと説明。そちらの選手村は1人部屋で、段ボールベッドじゃない普通のベッドなんですよ。 水不足とかもほぼなかった、とし、食事は正直言うとおいしくなかったというが、それ以外はほぼ不自由なかったと語った。その後、3連敗で予選リーグ敗退となり、帰国することになったがチケットが取れず、帰るまで3日ほどあったため、1泊だけパリの選手村に泊まったが、それがこれはすげえな、という環境だったと明かした。東京五輪の時も選手村ではなく トレーニングセンターから会場に直行していたため、これが初めての名園の選手村体験となったが、1つの玄関から入って、その中に部屋が4部屋くらいある。各部屋ベッドが2つずつ置いてあってと、計8人が泊まるエリアに、シャワーが2個、トイレが1個と説明。しかも、同じ競技の選手が集まっている場合もあれば、 全く違う競技の選手と一緒になる場合もあるため、知らない8人で1つのトイレと2つのシャワー。その環境でメダルを取っている他の競技の選手はマジですごいと思った。マジで尊敬に値する。メンタルが強いと感心していた。トイレの問題については、米女子テニス代表で開会式で機種も務めたコリガウフも、自身の TikTok で10人に対してバスルームが2つしかない。訴えるなど、 切実な問題だったようだ。